はい、どうもリーブです。ポケモンサファイア続きやっていきましょう。今回は、ミナモシティに着いたということで、まずはあれだ、ライバルと戦おうというところですね。で、まあ戦闘誰でいこう、キリンでいこうかな。うん、キリン戦闘でいきましょうか。で、ドラゴンのレベル上げを同時にやっていくということでいきましょう。いた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 、よろしく勇気。なんだリーベか、俺父さんに頼まれて買い物してたんだ。そうだね、ミナモデパート、ここのくじ引きがね、一回しかできないっていうのが悲しいですね。電池切れなんでね。別にぬいぐるみなんか買ってないの。どうしたそれよりも久しぶりに会ったんだ。どっちがうまくポケモンを育てているか勝負してやろうか。戦いましょう。まあ俺がリーベに負けるわけないんだけど。いやいやいや、通算成績どうよ。3戦全勝ですよこちら。行きましょう、4戦目、勇気との勝負です。オオスバメから入っていくパターンね。じゃあここはポケモン入れ替えましょう。ここはコンデンサですね。さあコンデンサから入っていく、影分身をされていく。これはちょっとめんどくさいが、ここはまあ安定の10万ボルトでいきましょう。影分身を連打してくる。ただこれ10万ボルトが当たった瞬間にワンパンですね。しかし外れていく。ただここは当てていくぞ。なぜかこちらのが早かったが、はい、倒す。 OK。 さあまずはオオスバメをノーリスクで倒せましたね。そしてドラゴン28レベル、いいよ。で、若シャモに対してはクララでいきましょう。さあここのところクララですね。さあ進化した毒クラゲクララ行きましょう。ここは波乗りを仕掛けていく。さあこちらのが早い。若者も意外に遅いのか、それとも毒クラゲが早いのか。さあ急所に当たった。これはワンパン素晴らしい。さあいいぞ、ドラゴンも経験値をしっかり獲得して、ここでホエルコが出てくるので、はい、キリンでいきます。さあホエルコね、まあ、HP だけがめちゃくちゃ多いんですが、ここはリーフブレード。これはワンパンじゃない？入った、素晴らしい。すべてワンパン、オールワンパンで今来ている。さあそしてキノココ、ここキノガッサじゃないんだ。キノココに対してはラルクでいきましょうか。まあ、確か毒タイプないよね、でもキノココって。というか残り1体か。進化してないんだな、キノココ。まあ、や、サイコキネシスで、これは倒せたでしょう。はいはいはい、もう一発だね。毒のダメージを受けますが、まあ大丈夫でしょう。おお、そうそうそう、シンクロね。これもありがたい、シンクロで、毒のダメージ受けるけど、相手も受けると。まあ、ここは、ナメプで、念力で倒します。はい、OK。しっかりと第4戦も勝っていきました。まあ相性を考えれば普通に勝てますよね。はい、俺ミシロタウンに戻るつもりなんだ。父さんの手伝いで作っているポケモン図鑑も結構できてきたし、一度父さんに見せておかないと。リーベはどうする？やっぱり全部のジムバッジ集めてポケモンリーグ挑戦するのか。俺もそうしようかな。まあいいや、とにかく頑張れよ。ということで回復していきましょう。はい、回復したんで、ここのミナモシティに用はほぼないですね、今のところ。なので送り火山かサファリパーク、どっちかに行こうと思うんですが、どうしようかな。送り火山から先に行ってっていう感じか。サファリパークもまあ行かなくてもいいっちゃいいんですが、どうしよう。先にサファリパーク見て、なんかいいポケモンを連れていこうかな。その方向でもいいかもしれない。というわけで、サファリパーク行きましょうか。はい、着きました。珍しいポケモンたくさん、サファリゾーンということで、サファリパークじゃない。サファリゾーンに行きましょう。行けるよね。うわ、なんだ。サファリゾーンへようこそ。ここでは方園ではなかなか見ることのできないポケモンを、自然の姿のまま目にすることができる。またポケモントレーナーの要望にお応えして捕まえることもできる。 OK。 逆に捕まえれなかったら誰も来ないでしょう。
っていう感じでいきましょう。500円で捕まえ放題いきます。ポロックケースお持ちでない？ポロックを使うとよりお楽しみくらい。ポロックケース、ちょっと待って、ポロックケースどこにあるんだ。それ取りに行こう。はい、調べたところ、カイナシティのここコンテスト会場ですね。コンテスト会場の左にいる女の子、これ2つあるからこれ1つあげる。よーし、ありがとう。ポロックケースもらったので、ポケモンコンテストをまたやりたいっちゃやりたいんですが、一旦は進めるというかサファリゾーンに行きましょう。はい、戻ってきたので行きます。はい、500円で捕まえ放題、500円いただきます。サファリボール、ありがとう。じゃあ行きましょうか。何が出るかな、あんまりっていうか全然覚えてないので。それでは行ってらっしゃい。何かありましたら私に声をかけてください。行きましょう。さあ捕まえるぞ。まずここのゾーンは臭い花ね。これ捕まえたるわ。こんながむしゃらに投げて捕まるものなのかはよくわかりませんが、捕まった。オッケー。はい、ドードー出てきた。いいね。ドードー確か空を飛ぶ使えるんだよね、意外にも。さあドードーを、はい、捕まえていく。オッケー、いいよ。さあこっちは何が出るかな。おお、キリン力ね。なるほど、捕まえていきましょう。懐かしいね、キリン力。ただキリン力は使うことはないので一回逃げるか。さあこっちに行きましょう。カイロスとかワンチャンっていう感じなんですけど、謎の草はいらない。こういう水辺とかどうか。水辺は何が出てくるかな。アイテムある。ゲット、元気の塊、ナイス。水辺は何が出ますかね。コダックか。まあ一応捕まえるか。多分捕まるでしょう。はい、オッケー。わあ、ここマッハ自転車いんのか。マッハ自転車が必要なところがあって、そして反対側は何かあったか。こっちは、あ、ダート自転車か。なるほどね。ここは何が出るかな。キリン力か。さあダート自転車で行きましょう。こっちね、こういうことが。うわ、すごい難しいなこれ。このテクニックも調べたんですけど、同時押し、十字と B の同時押しで飛べるみたいでした。はい、いけたいけた。でこっち何かいるかな。時間、さっきのダート自転車ゾーンに行って、ここね、でしっかりジャンプしていって、こっちのゾーンに何がいるか。ここだね。この草むらがレアな草むらなのかな。さあ何が出る。おお、ゴマ像か。悪くないね。ドンファンね。あ、ドンファン悪くないな。え、ゴマ像逃げるんかい。さあゴマ像出てきて、これ一回近づいてみるか。近づく。こちらの様子いかがっている。じゃあボール、ここでボールを投げる。この近づくを一回やることによって親密になって捕まらないのかい。逃げられた。あー、よし捕まった。普通に捕まったわ。ゴマ像をね使っても面白いかもしれん。いやー、そこはちょっと考えどこだな。でかゴマ像だけレアなのって、まだなんか出てきそうな感じはあると思うんですけど、
ちょっとね、他にも行けそうな場所が、お、なんだここ。ここは？みんなの休憩所。休憩所？こんなところに。ポロッコ置き場にポロッコ置いてポケモンを捕まえると同じような性格のポケモンが、あー、そういうことね。なるほど、性格で厳選できるんだね、ここは。はい、最後のチャレンジ行きましょう。サファリゾーン。まずここの一番近い草むら、おお、そうなんす、出てきたね。そうなんす、捕まえよう。これは一発あるぞ。いや、ないか。伺っている。もう一回投げよう。ダメかな。伺っている。投げる。捕まれ。いやー、厳しいか。伺っている。投げる。ここは連続で投げていくことによって、来た、よし、捕まった。そうなんす、ゲット。ワンチャンここでなんかピカチュウが出るみたいなんですけど、出現率が低いみたいですね。で、出てくるポケモンの種類が18種類みたいですね。そこまで多くないっていう印象を受けましたね。はい、なのでまあやっぱレアポケモンを捕まえるところっていう感じですかね。まあ、なので、あ、謎の草捕まえに行っちゃったけど、まあそんなに使えそうなポケモンはいなかったっていうところなんですが、やっぱりカイロス、ヘラクロスとか、あとはさっき捕まえたゴマゾウ、ドンファン、そのあたりを使ってみようかちょっと迷っているぐらいですね。はい、まあでもこんだけエンカウントしてるとワンチャン色違いっていう可能性もね、出てくるので、普通にこれは楽しみですよね。謎の草多い。あー、捕まえに行っちゃった。あー、終わっちゃった。結局カイロスとかヘラクロス出なかったな。まあその辺ぐらいだよね、逆に言えばっていう感じで。はい、捕まえました。というわけで、ここからまあ戦いに、戦闘に使えそうなのはまあゴマゾウぐらいかなっていう感じで、今回は終わろうと思います。はい、それではまた次回です。お疲れ様でした。さよなら。